ギリギリでしたが想定範囲内のパワーです。しのげました。くそ、ダメだったのか。最大出力のクロノブレイクキャノンで打ち破れないなんて、どうすればいいんだ。敵巨大戦艦および影の月、やはり無傷です。レッサー、くそ、まだ足りんのか。どうやらこちらの守りが勝るようだな。エデン最強の兵器をもってしても傷さえつかぬ。これでこの影の月が無敵であることが証明されたわけだ。なあ。レスター、3発目だ。チャージを開始しろ。ダメです。砲が破損しました。もう撃てません。なんだと。レスターっては。なんださっきから。こっちは忙しいんだ。いや、どうやらあれが届いたみたいなんでね。あれだと？何のこと？おお、あれか。間に合ったのか。まあなんとかって感じみたいだけど。そうか、来たのか。あれが。なんだあの物体は。わかりません。データに全くないものです。またしてもか。どうして奴ら次から次へとこうも予想外のことをしてくるのだ。ありえん、ありえん。艦艇部接近、距離2000。ドッキング準備。了解。マイヤーズ、貴様何をする気だ。何って、まあ見てればわかるよ。あ、それより退避した方がいいと思うよ。あれを作ったのはある意味最強の人物だからね。な、何？艦艇、直下に停水。ドッキングします。よし、それに続いてキャッと、その前に通信切って。了解。な、貴様、待て。艦艇部、ドッキング完了。続いてキャノンモードに移行。了解。キャノン移行完了。ご苦労様、助かったよ。いいえ。席をお預かりしていました。ありがとう。さあ、それじゃあ最後の仕上げといこう。はい。発射体勢を取れ。強制チャージだ。了解。強制チャージに入ります。ブレイブハートからルクシオル。タクトだ。司令、その両脇のは。秘密兵器さ。とにかく離れているんだ。テストしたこともないんでね、どうなるかわからない。わかりました。強制チャージ進行中。全デッキの動力が一時的にダウンします。集中を感じ。まずい、回避だ。急いで離れろ。チャージ完了。退色シーケンスオールグリーン。デュアルクロノブレイクキャノン発射。
巨大な影の月を貫通するなんて、ものすごいパワーだ。ヨルノキングが発動しました。エネルギーが漏れています。おそらく2射目は撃てないかと。エネルギーラインを遮断。デュアルクロノブレイクキャノンオフライン。了解。まあぶっつけ本番ならこんなもんだろう。ベレル艦はギリギリで退避したようです。ダメージも認められません。呼び出して。了解。応答しました。スクリーンへ。さあお前の船だけになったよ。それともまだどこかに隠しているのかな。だんまりかよ。ふん、マイヤーズよ。どうやら貴様、私の手に余るらしい。またまた、そんなに褒めないでよ。だがな、私は高貴なるアブソリュートの民。貴様ら下船のクズとは本質が違うのだ。生き恥はさらさんぞ。負けは認めん。怒ってくるがいい。このグランベレルが相手だ。通信切断されました。ベレル艦にエネルギー反応。武器を起動したようです。ルクショールより白波少尉。白波です。全エンジェルを率いてベレル艦へ向かってくれ。わかりました。やつは覚悟を決めている。油断するなよ。了解。全力で当たります。